ハイドラ70ロケット弾、ハイドラ70ロケット弾、ハイドラ70ロケット弾 A、ヒュドラ70ロケットは、アメリカ軍の航空機搭載型骨バサ、折りたたみ式ロケット弾シリーズである。1948年に開発された、MK4 ファーマイティマウスの後継として1972年より、使用されている。ハイドラ72.75インロケット弾、ファミリー。 イカハイドラ70は直径2.75インチ70ミリメートルの航空機発射ロケット弾で構造は MK66 ロケットモーターに各種弾頭を組み合わせたものである。MK66 は全長1.06メートル、弾体直径70ミリメートル、重量6.2キログラム、展開時尾翼幅0.168メートルで先端に弾頭を取り付けるネジ部。 中央部分にダブルベース固体推進薬と点火装置を内蔵する。団体には溝が切られており、これにより団体を発射直前に毎分600回転させ、発射直後低速時の弾道を安定させる。外側には古障断面を持つ3枚の取り巻き型翼が収納され、発射後展開して空力により団体を毎分2100回転させ、弾道を安定させる。 また、各種弾頭、新艦は事前に組み合わされて戦地に送られる。どのモデルも、最小射程は300メートル、最大射程は、弾頭の重量によって異なるが、8000メートルほどで、ある。取り巻き型翼を備えるハイドラ70のような、ロケット弾の形態は、英語では、ラップ、アラウンドフィンアリアルロケッツ、取り巻き型翼空中発射ロケット弾、略して、 ワファーとも記述される。ハイドラ70ロケット弾ファミリーには多様な弾頭と新艦があり、これによって目標を問わず使用することができる。対人、対資材用の高爆発威力弾頭、HE で殺傷範囲は50メートルを誇る。新艦には M423 ヘリコプターポイント破砕新艦、M427 高性能航空機ポイント破砕新艦、 M433 超迅速、支援艦通信艦、M429 空中起爆近接信艦、M440 着発信艦のいずれかが取り付け、可能である。重量は 3.92kg で、1.04kg が、作薬として、コンポジション B-4 となっている。また、訓練用の発煙、発光弾は、M274 と呼ばれ、 M151 と同様の弾道特性を持ち、同様の新艦を取り付けることができるが、現在は生産されていない。M151 の大型化、作薬重量は 2.17kg、搭載できる新艦は、M151 とほぼ同じで、M433 のみ取り付けることができない。体操項目標用の、成形作薬弾、ヘッドップ。 高爆発力総目的弾頭。新艦は M438 着発進艦。ヘリコプターから発射し、どんな目標にも対応できるフレシェット弾頭で M255 が2500発、28グレイン、1 8ム、E1 型が1180発、60グレイン、3 8ムのフレシェット、ダーツ状の爆発時に飛散する。 小さな金属片を内放する。60グレーンフレシェット弾頭の場合、目標の150メートル手前でフレシェットが放出され、140メートル飛翔し、約6.5度の範囲で拡散し、フレシェット一発が約35メートルの範囲をカバーするように設計されている。また、 これら2種類の弾頭を同時に使用すると1500メートルをマッハ2で飛翔する空対空ロケット兵器として極めて有効なものとなる。新艦は M439 セレクタブル次元新艦で、この新艦は起爆までに要する時間を発射前にパイロットが設定することができ、起爆時間は発射前に目標との距離から算出され、入力後発射される。 比較的新しいフレシェット弾頭で、和重マイナス 4A、A は2メートル200発、30グレイン、1.3グラムのフレシェットを内包している。新艦は、M113A 空中起爆新艦を内蔵する。アルミニウム製のケース、プラスチック製の先端コーンで構成されているため非常に軽量で、中に9発の M73MPSM、 高性能作薬敵弾が内包されており、M439 新艦により次元放出される。また、M267 という訓練用のタイプがあり、こちらは、M75 発煙弾3発と不活性死弾6発を内包する。スタンドオフイルミネーションフレア、照明弾でパラシュートを内蔵し、550メートル、 最適展開高度で展開されると100万カンデラで120秒間以上にわたって燃焼し 1.6km の範囲を0.5リュックスで照らし出すことができる。新艦は m 4 4二空中起爆新艦を内蔵する。赤外線イルミネーションフレア。新艦は m 4 4二空中起爆新艦を内蔵する。円幕用弾頭で非常に 高濃度の無害性のスモーク、リンを張る。新艦は M439 次元新艦。円幕用弾頭、オーリンで、新艦は M439 次元新艦。主にファク、全身航空等製員が登場する機体に搭載され、近接航空支援の際に実際に攻撃を行う。機体に攻撃目標を指示するのに使用する。訓練用イナート弾。 ハイドラ70は無誘導のロケット弾であり、一度に多数発射して一部が目標に当たれば良いという使い方をされてきた。しかし、このような使用方法では、目標が遠距離のほど命中率は低下し、不必要な破壊、殺傷を引き起こす場合がある。また、兵装と裁量の少ないヘリコプターの蛍光弾を無駄に使用することになり、 トータルでの運用コストの増加につながった。これに対し、アメリカ軍は通常のロケット弾よりも命中精度が高く、ヘルファイアなどの対地ミサイルよりも安価かつ威力を抑えた対地兵器の必要を湾岸戦争において痛感し、ハイドラ70の弾体を流用した誘導ロケットが開発された。代表的なものに矢があり、他にも矢などがある。アプキスは、 先進精密攻撃兵器 A、アドバンストプリシジョンキルウェポンシステムの略であり、ハイドラ70の弾頭とモーターの間にセミアクティブ、レーザーによる誘導装置を取り付けたもので、4枚の動力で制御される。この4枚の動力は折りたたみ式であり、また、それぞれが小型のレーザーシーカーを備えており、発射後展開されることによって、シーカーの視野をより広く確保するとができる。 すでに死者も行われており、2008年に調達を開始する予定。最低射程は1500メートル程度で、最大射程は5000メートルほどになる予定である。アプキスには、M151、M261、M264、M267、M255H、M229、M257、M278 は2-1。 B の各種弾頭が使用可能とされている。非公式ながら、ヘルファイア・ジュニアの愛称を与えられている。ロージアーは、低価格画像誘導ロケット弾、ロー、コストグリドイメージングロケッツの略であり、ハイドラ70の弾頭先端に、赤外線シーカーと弾頭とモーターの間に4枚の折りたたみ式の動力を取り付けもので、アプキスと違い、5機から、 画像データを入力すれば発射後は打ちっぱなし、ファイアフォーゲットが可能となる。ロージアーの共同開発には、大韓民国も参加している。ドッカーは、直接攻撃誘導ロケット弾、ダイレクトアタックグディドロケッツの略であり、ハイドラ70のモーターを流用し前半部を、セミアクティブレーザーによる誘導装置付き M423 新間付き M151、 弾頭に取り替えたものであり、最大の特徴は、ヘルファイア E との互換性を重視している点で、ヘルファイア E 同様ローブル、発射前、ロックオンだけでなくロール、発射後ロックオン可能であり、既存の M260、M261 発射ポットの他にヘルファイア用の M2994 連ダンチャーのレールの一つに、取り付ける4発入りキャニスターがあり、 ヘルファやイートドカーの混載運用を可能としいる。ハイドラ70は以下の各種ポットから発射される。ないはハイドラ70の収容数。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。